Thank you.
聖なる方のその時が刻一刻と近づいている。神がキリストにおいて全被造物をご自分に一つにされようとされしているとき、被造物の本来の目的が今まさに実現するその直前である。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。神の願いが神の子たちを通して今実現する。私たちこそその証人であり、その働き人であり、その子供である。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーメン。
今年は9月にクリスマスの歌を歌うなんて想像もしていませんでした。時が早まってるのかな。本当にそうかもしれませんよ。天がいよいよキリストの時が地に現れる。聖書には予言の言葉が書かれていますが、まあ実際のところ私たちはまさか自分の生きている世代で聖書はそのように実現するとは信じていないでしょう。私も信じていなかった、うん、聖書に書いてあるから信じてはいますがね、まさかまさか起こるとは。でもそのまさかの時がいよいよ近づいてきた。昨日の夜私はテレビジョンを見ておりましたけれども、あれ何の番組だったのかな。最近起こっているこの1年間起こっている自然現象、自然災害ですよね、が次々と映し出された。信じがたい、写真ばっかりでした。あんなに美しかった湖がもう水が一かけらもないほどなくなってしまって干上がってしまっている。そしてアメリカはカリフォルニアの方で干ばつがひどくなって山火事が起き、それを鎮火するまでにはまだ至っていないと思えば、反対の東海岸の方ではもうのすごい雨が降ってきて、ニューヨークの地下室、地下街までその雨が洪水のように満ちてきている。私も長い間アメリカの東海岸に住んでおりましたけれども、もちろん一度もそのような大災害は見たことはありません。アメリカや日本だけではない、この水害は中国などもひどいらしいですよね。ダムが崩壊している。それからヨーロッパあたりも大雨が降り町が冠水している。でヨーロッパはあまりそういうことは体験したことがなかったもので、みんなびっくりしてますよね。そして視聴者もたくさんの人が出ている。おかしいんですよ。確かに狂ってる。自然が怒り始め、そして手がつけられなくなりつつある。昨日のテレビ番組でも言っておりましたけど、根本の原因は産業革命以来、産業革命というのは18世紀イギリスで始まったんですけれども、機械がどん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 進んで、そして便利なものが発明され、人類は幸福になったかのように見えるけれども、しかし産業革命以来の地球は温度が徐々に上がりつつあります。
して温暖化が恐ろしい勢いで進み、北極海ではもう数年前の写真と今の写真を人工衛星から写した写真で比較してみるならば、明らかに今あの北極は氷が縮小している。世界の温暖化ですよ。しかしここまで来てもまだまだ、いやこれはもう国が喧嘩している時ではない、地球を守らなきゃいけないというような声はなかなか上がらない。まず私の国の利益を、まず自分の利益を。温暖化と言いますけどね、私に言わせれば人間の罪の温床はグリーディネス、貪欲さですよ。貪欲さ。旧約聖書イザヤ書にはこんな言葉があります。この犬どもは強欲で、この強欲でっていう日本語の言葉はね、英語の聖書を読んだら分かりますけど、グリーディネス、貪欲さですよ。この犬どもは強欲で、悪ことを知らない。彼らはまた刺さることのできない牧者で、皆己が道に向かい行け、おのおの皆己の利を求める。自分の利益しか求めない。他の人のことはどうでもよい、そういうグリーディネス、貪欲さが今極限に向かって、そして地球は危ない。孫の代にはどうなるかわからない。いや、私たちのこの世代ですでにもう明日がわからない。それほどの危険な時に地球は差し掛かっています。でも今朝はその地球の危機を訴えるために私はここに座っているのではありません。この地球の人間の強欲さを、罪をストップをかける者がいるとするならば、それは賛美の民である、私たちである。私が昔から好きだったロマ書の言葉にこういうことが書いてあります。非造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。非造物というのは自然界と置いてもいいですよね。あの自然界はね、切なる思いで神の子たち、すなわち賛美の民をの出現がを待ち望んでいる。私たちが現れてくるのを待ち望んでいる。なぜなら非造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ非造物自身にも滅びの雨から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。非造物が虚無に封じ込められた。他の言葉で言うならばね、私たち人間とこの自然界とは命の交流ができなくなったというんですよ。
聖書を読んだら創世記の最初にはアダムとエヴァのエデンの園の話が書いてありますけど、あの時は人間と被造物自然界とは命の交流があったんですよ。それは美しいハーモニーがあった。そしてその自然界の管理を任されたのがアダムとエーブでありました。不幸なことに罪が介入し、そしてアダムとエーブは楽園を追われます。しかし終わりの時、神様は再び全被造物がご自分に帰ってこられるのを望まれ、そのために準備されておられた。切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでる。だから被造物がうめいているように聞こえるのは、あれは一緒になりたいんだって、人間と一緒になりたい、一緒になってね、救い主クリエイターを賛美したいんですよ。これが被造物の一番の狙いである。自分たちを作ってくださった方、その方を自由に賛美したい。そうすると虚無の壁は取り払われてしまう。その時が近づいてきた。被造物は切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでる。面白い写真をね、見せます。これはペテロ通信に、ね、出したんだけれども、スタッフのミミさんが写した写真でね、命の家の入り口の方の、ブッシュが生えている小さな小道があるでしょ。この左の方の絵がそうなんですよ。で右の方はね、これちょっとわけはわからない、でもね、同じところを撮ったんです。これそしてその同じところを撮って、この壁がちょっと斜めだからね、分かりづらいけどね、渦が巻いてるんです、撮った時は分からなかったけど、ミミさんの写真にはいつもそういう不思議なものが、光が現れますよね。この渦のようなものが見えますね。何なんだろう。私の言葉で言うなら、命の流れですよ。命の流れがああいう形を通って流れる。昔写真機がない頃でしたけどね、ゴッホという有名な画家が、当時はあんまり有名じゃなかったんだよな。実際かわいそうなことに、ゴッホの生前中は自分の描いた絵はたった1枚しか売れなかったって言うんです。今はその1億だって買えれませんよ。日本にも1点か2点はあるそうですけれども、ゴッホはねの絵を見ると、そのよくこう光が渦を巻いてるでしょ。ここに映したのは最も有名な星月夜、そしてその星がね、そしてまたお月さんが、こうしてこのその周りを渦が巻いてる。大変面白いでしょ。私昔から実はゴッホの絵が好きだったんですよ。でも正直言ってね、好きだったけど不気味だった。事実ゴッホは自ら自分の命を絶ちますよね。これはもういよいよその、直前ぐらいの前の方の、それに近い頃の絵の一つです。だから不気味ではあったけど好きだったんですよね。
ところがある時、それからもう絵もあんまり見なくなったんですけれども、宇宙礼拝に入った頃ですね、ゴッホの絵を見たらね、若い頃見たのとなんか全然違うんですよ。あれ何が違うんだろうと。絵が、このゴッホの絵が訴えているものがね、若い頃は不気味なものしかわからなかったけれども、宇宙礼拝の今はね、私には違ったふうに見える。もうまさに命が躍動している。そしてその躍動する命がその根源である方を目指して賛美をしている、そのように見える。無理してそういうふうに解釈しようかなっていうんじゃないんですよ。明らかにこの絵はキリストを目指している。で、有名なこの糸継ぎがありますよね。ここは糸継ぎがなんか好きで、なんかで、この絵だけではなく他にも書いてありますけどね、これは地と天とをつなぐ、そういう命の木のような気がします。これも偶然ですけど、一昨日金曜日の夜はミミさんが夕拝でゴッホの話をしましたよね。打ち合わせなんか全然しないんですよ。だけど私も日曜日ゴッホの話をしようかなと思ったので、その私もびっくりしました。この糸継ぎの絵のほら下の方、真ん中に建物があるでしょ。あれ教会堂ですよ。この教会堂ね、この世。しかし私がやっぱり強烈に打たれるのはこの糸継ぎの、それを貫いて天に貫くこの糸継ぎ、そして星が渦を巻き、命が賛美が躍動している。被造物は切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでる。そう、本当の姿を見てほしい。私たちの本当の姿は救い主になる神を褒めたたえているんだよ。それが実相というんです。その時が近づいてきた。だからゴッホを、まあ狂ってる人だと生前は言われ、実際大変だったらしいですね。自分の耳を切って精神病院に幽閉されたこともあります。でも彼の魂が切に切に求めていたのは、作り主なるキリストイエスを褒めたたえることである。私はそう信じるようになりました。そしてそう思うとね、ゴッホ自身が喜んで、そうだったんだね、僕が一番願っていたのはクリエイター、作り主なる神との合一である。だからミミさんの写真なんかにはそのゴッホの、まるでゴッホが絵を描いたようなそういう写真が撮れたというのもね、その時は来たんだな。ということはですよ、ゴッホだけではない、人間が目指してきたものは
十字架のキリストであり、贖い主、クリエイター、キリストであり、この方とを礼拝することである。霊と誠を持ってキリストを礼拝すると本当のものが見えてくる。若い頃見えなかった、ただ狂った人間の絵じゃないかと思ったけど、そうじゃない。本当の実相が見えてくる。霊と誠の時であります。被造物自身にも滅びの雨から解放されて、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されている。天と地がまことにハーモニーする時が来た。虚無がという壁が取り除かれ、動物も植物も鉱物もすべてのものが作り主に帰ってくる。現象世界では自然は荒れ狂い、この年地球は大変です。だけどこれは来たるべきキリストの再臨の前兆であり、その時は近い、もうすぐ世界はキリストの御手の中に、キリストの御手の中で完成する。私たちがその最初の発音として呼ばれ、賛美を与えられたということは何ということでしょうね。人間の歴史から見るだろうね、子羊の群れなんてもうその最後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 に来た働き人ですよ。私たちのお前もうたくさんのクリスチャンが、教会が何百年にわたって模索し神のために働いてきた。ところが一番最後に来た。そしてそんなに一生懸命、やったわけでもない。その私たちに大した労働をしたわけでもない私たちに、このものにね、私はご褒美をあげないんだよと、そう言ってくださる方がおる。なんで私たちだけが。それはね、私たちだけのためじゃないんです。私たちが代表として最後に選ばれた。だから過去の何百年にわたってこのキリストを信じ褒めたたえてきた教会にも、今こそキリストの願いが、愛が、癒しが注がれ、そして私たちは一つになる。
細菌が与えられたハレルヤ、もうすでに100曲ぐらいあるそうです。もうすごいですよね。本当にすごい。あれはもう天からの大洪水です。私この特徴は何といってもね、古い教会が愛してきた、それにこの新しいキリストのハレルヤが一つ飲み込んで一つになっている。やっぱりこの時が来たんです。来るだろうと私は最初から思っていました。ハザ賛美が2000年の最初に発表されてから私たちは喜びましたけどね、反発するものも結構いたんですよ。嫌だよ嫌だよ嫌だよって、こんなの昔の歌がいいよと言って子羊を去っていったものもかなりおります。でもあの時私言ったでしょ、分からなくていいから今しばらくこの天の賛美を賛美していようと。やがて必ず古いものが復活する時が来る。クリスチャンじゃない人でね、賛美歌知ってる人で一番ポピュラーなのはサイレントナイトでしょ。もうほとんどの人が知っている。そしてこのサイレントナイトに今新しい天の賛美が包み、オブラートのように優しく包み、生まれ変わった。古いものが捨て去られた時じゃない、古いものが生き返ったんです。やっぱり来た。他にもシンクレアのハレルヤと天の賛美が一つになりました。シンクレアのハレルヤは私がアメリカにいた頃、カリスマ運動が全米を覆いましたが、その時最もよく歌われた賛美曲です。その歌が今こうしてよみがえってきた。神様はその時にかなって最も美しいことをなさいますよね。だからまだ他にもこうして蘇ってくるのがあるのかもしれない。もっとも私はまさかね、そのハッピーバースデーが、はあ、ハッピーバースデーがあれ賛美歌じゃないですよね。もうまさに誰でも知ってる、これが立体賛美となって現れるだと聞いて、私も実は今朝初めて聞いたんですけどね、もう驚きました。ちょっとそれ行き過ぎじゃないかと思うほど、神様のこの憐れみというのはもう賛美歌という領域を超えてるんでしょうね。そして全て良きものは光の神から来るとヤコブ書にあります。そしてこれらのものが
十字架に返されて、そして十字架を通って昇華され、新しい天の賛美となって私たちそれを歌い、神を褒めたたえる、ああついにこの時が来た、ついにこの時が来た、キリストイエス様にあっていらないものなど何一つない、神様は生かしてくださる時が来た、私たち証人です。新曲でね、命をというのがありますので、これを賛美してもらいます。どうぞ。写真にも写しますからね。これは全く偶然にね、ミミちゃんがインターネットでから最初に見つけたんですよ。ある人が富士山の写真、富士山の写真の専門家らしいですけどね、その人が富士山を撮ったらもうまるでゴッホが描いたんじゃないかと思うように、この雲のうねりっていうのがね、面白いでしょ。この人のから認可を特別得て礼拝で写っておりますけど、もう素晴らしいですよね。いろんな境界を乗り越えて神様がこういうものとも今一つにしてくださっている、命のうねり、命よ命よ、you
ついて死なる神、憐れみたまえ。死なる神よ、あなたの愛が非造物に迫り、そして私たちは賛美を持って感謝を持ってあなたに帰ってきます。神よ、神よ、神よ、御子イエス・キリストに永遠の祝福がありますように。子羊の血を褒めたたえます。アーメン。受賛式を受けるにあたって、子羊の死を賛美し、そして預かりたいと思います。Thank you.
天から来られた方、これはキリストの体です。信じ、この体をいただきます。子羊の父よは、すべての咎を清める、あなたを清める、主イエス・キリストを信じ、死の父よに預かりなさい。主よ、ありがとうございます。我ら子羊の贖いを信じる、主よ、ありがとうございます。全被造物をあなたの御父よで覆いたもうてくださいませ。主の時が近い、いや今がその時である。主の御前に感謝を捧げとうございます。小さな島
Abun.喜びの時が来た。全地は死に変える。その時が近づいてきた。これは愛の時、これは癒しの時、贖い主キリストイエス様の時であります。父なる神御子イエスキリスト御霊の御名により栄光が永遠に、主イエスキリスト様にありますように。アーメン。